今回この HLX4 のね、これバトルメッセージやるんでね、あと2回で解除になるんでね、そのメッセージチャレンジのためにやるので、順位は度外視でやっていきたいと思います。はい、今回はね、フリーフォーオールをプレイしたいと思います。マップはブリーチになります。で、スペシャリストはね、ブラックジャックのギャンブラーで頑張ってみたいと思います。HLX4、ニュークタウンのチームデスマッチで HLX4 のヘッドショット100回でポリシャーメッセージ解除したときは、ギャンブラー、ブラックジャックのもう一方のローグでプレイしたんだけどね、今回もう一方のね、このギャンブラーで頑張ってみたいと思います。ローグはスペシャリスト、ウェポンをコピーする能力なんだけど、敵のね。で、このギャンブラーは敵のスペシャリストアビリティをコピーする能力なんでね。今回、渡辺1の HLX4 で頑張ってみたいと思います。お、いいスタートだ、これ。最高ですわ、これ。はい、頑張るぞ。これね、ヘッドショット、ここがいい。ちょっと、こういうのがいるんだ。危険人物が、いきなり現れちゃったんだけど。左から来るか、右から来るか、左から来るか。ちょっとわからないんだよな、これ。人数が1人増えて、で、それでも5人しかいないんで、フリーフォール最大8名までなんで、参加できるんで、3名少ないな。右来る、右。ステクターを消した。ちょっとこれでいくか。あ、いない。人数が少ないんでね。あお。これ、くせ者だ、こいつは。ちょっと、退治してやろう、こいつ。カード待ちしてねえかな、これ。再抽選。別のやつがいい。サイコシス。2連続キルやらないとな。これめっちゃくせもんだ、こいつは。2連続キルちょっとやりたいんだけどな。6。今んとこトップだな。あぶな。来ないね。あ、来るな、これ。こっから来るか、これ。来ないね。やっぱ角待ち。来るの、いるのは分かってんだよ、これ。10発はきついな、これ。一応トップなんだけど、これ中はね、難しいんでね。ちょっと俺得意じゃないんで。あ、いるな、スナイパーが。なんだ？あ、濃いね。サイコス、分身。プシュッケ。ヘイター出してんの？ちょっと、すごいな。あ、自力じゃないのかな？わからんな。ケアパッキからか？ゲーム中2連続球じゃないのかな、これ。ああ、トップとの差が、あ、俺がトップなんだよな。あ、上にいるんだ、これ。あ、いないのか。キネティックアーマーいいね。
別に1位は考えてないんだけど、あのバトルメッセージと、エイム中2連続キル2回やってバトルメッセージ解除が目的なんで、ちょっと遠いね向こうは。 SMG の9ちゃう。ブラックジャックだ。 UAV を要請する。配置高度1万フィートで旋回中。ちょっと角待ち行ってみようか。破壊された。よっしゃ。別にトップを狙ってるんだけど、一応できれば1位になれば問題ないんだけどね。ここ今日あんまりいないね。来ないね。よっしゃよっしゃ、24キロ。今回楽勝じゃないかこれ。分からんな。後ろだな。サイコシス右だ。神経インターフェースを閉鎖。こう上がってくるな。これここだな。これあ、圧勝じゃねえかこれ。ちょっとエイム中2連続球ちょっと入れてんだけどな。よしよし、あと2キル。あらら、よし勝ったぞ。やったぜ。でもバトルメッセージ解除できなかったな。あ、ブラックジャックでフリーフォールで1位なの初めてだなこれ。今回の成績はね30キル12です。ちょっと今回の成績は30キロ12数プラス8、比率 2.50、スコア2950で、ブリッジのフリーフォールで1位になりました。はい、プレイヤーの皆さんありがとうございました。HLX4 レベル11、FMJ、プラス 1000XP 獲得しました。トップドッグ2、ゲームモードを問わず、ウィナーサークルの1位に50回なる。プラス 2500XP 獲得しました。あ、バトルメッセージ解除されてるね、これ。最近、バグだな、これな。バトルメッセージ、明細解除の表示がされないな、これ。HLX4 のみで、M 中に2連続キルする ×5 でバトルメッセージ解除&プラス 2500XP 得られました。やりました。暗号機2個ぐらいから入ったのかな ?2 個。3個ぐらい入ってない、これ。あ、3個。よかった。お、すごい。お、獲得 XP 14,744 っていうことね。今回使用したのは渡辺舞1の
あ、これね、ブラックジャックが切れたんで、ちょっと、これね、今回使用したのはね、ワタナベ1の HLX4 に、サイトはボア3、アタッチメントはクイックグリップ、で、リストールはマイン、で、パーク構成はパーク、第6巻ハードワイヤー、ブラストサプレッサー、デッドサイレンス、ワイルドカードはパーク3グリード。で、スコアストリークは HCXD、UAV、ケアパッケージ、スペシャリストは、ブラックジャックのギャンブラーというカスタムが出てきました。ギャンブラーはね、スペシャリストデッキからランダムなアビリティカードを引く。左でもう一度引くっていうことだよね。今回ね、このブリーチのフリーフォールで、この HLX4 のね、バトルメッセージチャレンジちょっとやってました。これね、解除できてました。表示されてなかったんで、まだ解除されてないと思ったんだけどね。解除されてました。最近のバグで表示されないんでね、メッセージ解除しても。よかった。お、リベンジ勲章10回中も3回やってるんだよね。2回、1回しかやってなかったら2回この試合でスタ、あの開始、あの進んでるね。アタッチメントなしじゃないんだよ今ね。お、死なずに HLX のみで5キルするかける5スチール1回やってます。やりました。引き続きこれやっていくの。次はアタッチメントなしやる。アタッチ、あ、これやろうかな。サイト1個とで、これやって、これはその間に終わってると思うんで、で、これもスチールも進んでると思うんでね、最後にこれカメラ目線やっていくんでね。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、 HLX4& ブラックジャックのギャンブラーで&スチール1回やって、あとフリーフォールで1位になることができて大満足してます。あと、よろしければチャンネル登録のもぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。